はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。ちょうど決戦やっていきます。今回は選択チャレンジね。では行きましょう。さあボタン押してますが、バッテンさん先制取られたね。先制はね取られまくりやな。今日今んとこ1回も取られへんな。チャンとヘビー D 取ろう。チャンヘビー D、ダイモンチンか。ダイモンチン、ダイモンかな。最後でもね高火力来ない。やばい。あ、ロバート来た。ロバートはいいんですけど単体やからね。ロバートってベニマルとベニマルか。 UR はこっち何渡した。オロチか。ベニマルとオロチですね。でシンゴもいるから怒りダウンは要注意やな。シェルミ置いとこ。こっちギースか。ベニマル置いて、フォクシー、フォクシーかな。ダイモンかフォクシーか。いやフォクシーにしよう。これでいきましょう。技型3体ですね。後ろゲニとベニマル、シンゴもいる。まあシンゴが嫌やなやっぱり。あ、怒り出ない。ダウン出ないね。マキシマはこれ微妙にゲージ、あ、スキル出ないわスキル出ないなら 50% 切らないね。さあこれツコてくるんかな。ツコてきてくれた方がいいけど、その体力で使っても硬くならないんでね。あ、使わず下げる感じか。これ、あ、シンゴスキル出ないな。これね、後半使ってもいいんじゃない。使おう。めまい狙いで。お、しましたね、ザキヤマに。ザキヤマめまい入ったよ。で、シンゴとチンはもうゲージ溜まってるよね。今のチャン後半で。シンゴ前。あ、チン前。ん?チン前にするフリーやな。フェイント。さあ、バーニングシンゴ。チンは使わないでしょうね、多分。うん、使わない。そうしたらこれはこのまま行ってもいいかな。このまま行って、ここのザキヤマは倒さない。倒せないか。さあこれは どこを叩きに来るかやな。どこを叩きに来るか。マキシマ前にした。結構調整、体力をこう使い回していく感じですね。そうしたらこっちも調整しながら全滅を狙っていきたいけどね、そういう戦い方なら。マキシマは使ってくる。うん。ザキヤマは?ザキヤマ溜まってるでしょ?ドリル。これは、後ろのキャラ誰も倒せないよね。うん、これやったら。ワンチャンベニマルが倒せるけど、ベニマル倒すのかなっていう感じですけどね。あ、復活した。後半復活。怒りダウンは出てる。結構ダウンするよね。これはこのまま行きましょうか。このまま行って何も使わない、調整していきます。うん。あーでも向こうのメンバー軽くないんで、このチャン後半をなかなか倒せないんですよね。これ軽くなさすぎて。そうそうそう。もう一回このまま行きます。このまま行って、さらにこれマキシマ叩いていこう。で、こうかな。これマキシマまたゲージ溜まってる可能性あるけどね。あ、溜まってない。それとも使わないだけかな。あ、めまいした。もう一回じゃあこのままいきます。さらにこのまま、さらにこのままでいきましょうか。ここは、あー、やばい。やばそうやなこれ。倒しそうやなマキシマ。やばいね。雷神剣。お、ガードしてる。ザキヤマ謎のガード。これはもうさすがにマキシマゲージ溜まってる。うん、使ってきた。全滅いけるかな。シンゴとか硬いからね。あ、シンゴスキル出ないな。めまいもない。ギースでザキヤマ倒せないか。いや全滅難しいね。やめとこ。ギースで多分ね、多分このマキシマ倒せないんですよギースじゃ。まあ打つけど先にギースでいいね。打つんですけど多分倒せない。そうそうそう。これねほんまにあれなんですよ、軽く出ないんですよギースの必殺技。まあここはでもシンゴを叩きに行きましょう。さあ暗黒雷光剣とさらに雷光剣もぶち込んで、一気に叩きましょうか。このシンゴは倒しに行きましょうか。うん、倒しましたね。邪影剣、あとオロチとベニマルですよね。UR がオロチ、ベニマルと
マリーか。マリー一体だし、オロチがいるから、結構全滅は要注意ですね。そしたらもうこれギース下げてもいいかな、これやったら。でももう一回このまま行こうか。もう一回このまま行って、もう一回このギース殴らしてゲージ貯めましょうか。めまいした。思ったこのまま来た。そしたらギース下げよう。ギース下げて、こう行こう。いや、これもむしろこれでいいな。これでいきます。これでもうシェルミー倒させましょうか。これで、じゃあ、これはシェルミー倒さなあかんので、オロチとベニマルですよね、あと。ギースがもう一発撃てたらいいんですけど、まあ撃てるかどうかやな。あー、メイリーもいるんか。メイがどこに飛ぶか。メイが、ホクシーに飛んでほしいけど、お、ホクシー来た。ガードもないか。で、オロチ使うんですが、全滅はないっすね。ギースがいるから。めまいもない。ただ、あれやな、結構ギースが減らされるね、ダメージ。うわー、危ねー、ギリギリ来てる。やけどでも死なない。で、あと、ベニマルでしょ。ロバヤンと、ベニマルか、こっちの方がいいかな、それやったら。まずここに、ここやね、ヘビーリーは。ヘビーリー打って、もうこれはロバヤン使いますよ、当然。リューコランブを使っていく。で、ギースも使っていく。で、このメイリーを倒しましょうか。あと、ベニマルだけなんで。メイは倒せますね、これは。ギースがジャエケン強いんで。ジャエケン、ロバートで回収。あ、タイムアップ。ちょっと待って。全然、時間気にしてなかった。全く気にしてなかった。あと、ベニマルやな、しか頭になくて、タイムアップで勝ちましたね。まあ、途中で、向こうの人が、最初に結構こう、回し回しでやってきたんで、それでもうターンが経過してましたね。まあ、こっちのメンバーも結構硬いキャラがいたんで、まあ、それでこうね、時間が経ちまくってたって感じですね。はい、では、頂上決戦の続きやっていきましょう。では、ランクバトルをしました。センチャレね。さあ、選択チャレンジ。バーラーさんかな？先生取ったね。バラ。豚バラのこと？焼肉のバラのことかな？ハイデルンとイオリ。ハイデルン、イオリ、SR、SR。タクマとマチュアやったらね、タクマか。防御取っとかなあかんね。最後ね、オロチルがある。オロチ取るけど、すごいあれやね、メンバーが、フル株のメンバーばっか出た。クーラと、レオナとカスミまで見えた。こっち、ケンス、シェルミ、リョウ、ベニマルか。最後、ベニマル。これはね、全滅も難しそうやな、クーラもいるし。先生こっちやんね。そしたらケンス出して、ハイデルも出していくか。もうこれね。量でいいかな。ベニマルも置いときましょう。これでいきますか。これでいって、ハイデルのスキル出てほしいけどね、初ターン。このユリはもうね、できれば倒したいね。初ターンから。あー、麻痺もない。倒せない。このケンスは生き残るかな。さすがに、覇王昇降拳じゃ倒せないよね。さすがに、やばいか、でも。うわー、やばい。うわー、マジか。めっちゃ減るやん。しかもなんか、量が、あれやね。量が沈黙した。これどうしよう。オロチ出したろうかな。オロチ出そう。オロチ行きましょう、もうこれ。マジか、これ。でも予想外やな、今のは。オロチ出して、怒りダウンしてほしいけどね。アクーラ怒りダウンした。そしたらもうこれ、霞を叩いていきましょう。霞。オロチのこのスキルは防御型に強いからね。めまいした。いいね。結構いい感じかな。で、マッチャーは必殺使えますが、そのまま使うとハイデルに飛んでくるね。あ、使わない。使わなければ、ハイデルーン、このまま行くか。ハイデルン使おう。ハイデルン使って、この、霞は倒したくないんですけど、いや、倒すか。これどう考えても倒すわ。倒すからもう使いましょう。ゲンハリケーン。で、ここはもうクーラー叩きに行きます。クーラーを全部っぱ。こっちやね。さあ、状態上しろ。見舞い。
うわー、ガードしてるし、しかもガードもしてるし、めまいもしない。まあでもカスミとユリ倒しましたね。これクーラーがね打ってくるから、さっきのターンほんま調整するつもりやったんですけど、あのもう全部スキル出ちゃったんで、なんで倒しに行きました。マッチはバイス、秘書図やな。マッチはバイスはリョウですけど、順番によるか。あ、リョウ来た。クーラー溜まってるよね。クーラー。さっきドリル使ってきた。クーラー溜まってるよね、さすがに。うん、フリーズ。さあ、どこを倒すかやな、これ。オロチかな？オロチはでもワンチャン復活もあるからね。さあ、アウトレイジ、復活は？ないかー。復活ないんかーい。それなら、タクマ一体出しで調整しよう。タクマ一体出し、鬼神撃は使う。うん、調整して全滅を狙っていきます。でもここね、下げるよね。そうそう、下げられたら、下げられたでね、次、ベニマルとイオリ使えるんで、クーラー倒しに行きましょうか。うわ、沈黙が余計やなんて、これ。マジで。沈黙が余計っすわ。これで、クーラーを倒しに行きます。さあ、ゲンハリケーン。八乙女ガードすなよ、クーラー。頼むで。頼むで。よし、ガードはない。そしたらこれ、バイス倒してもいいんじゃない？もう倒しましょうか、バイスね。バイスは倒していく。うん。これであと2体ですね。レオナとルガール。レオナとルガール。これ、レオナでベニマルは生きるかな？微妙っすね。でもルガールも飛んでくるから、あ、これベニマルに来たわ。そしたらベニマルやられますね。ベニマルがやられてしまう。ただここは倒せないです。あ、ドリル使えるんか。うわー、ドリル溜まるの今の。やばー、ハイデルンやられるわ。ハイデルンが微妙に生きてほしいけど、スキルは危ない、出てない。スキルは出てなかった。これそしたらね、シェルミー、いやこれね、一旦イオリのゲージ貯めるためにこう行こう。一旦こう行きます。ルガールがでもスキル出てたらやばいな。ジェノサイドカッターが、やめて、スキルはルガールやめて、やめろ。なんでやねん、もうこれなんでなん、マジで。嘘でしょ、ピンポイントすぎるやろ。そんなピンポイントあるの？うわー、参ったなこれ、マジで。そんなピンポイントあるかってぐらいピンポイントやな今の。まあ、これでいくか。鬼神撃使って、ルガール倒せるかな？いや、イオリ、今、今してなかったら楽勝なんやけどな。あ、倒せそうやな。ハイデルンがスキル出てるんで。ルガール復活すなよ。よし！危ねえ、勝った。これは勝った。いや、今のジェノサイドカッター、マジピンポイントでびっくりしたけど。まあでも、ハイデルンのスキルのおかげかな。やっぱ、ハイデルン取っててよかったって思いましたね、これは。スキルで途中でも削ってたし、ザキヤマとかも結構ゴリゴリ削ってたん で最終的にまあルガールを倒す役目になったっすね。まあ、なんとか勝ててよかったです。はい、では今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。